送りします。ロシア人の大徳が反撃、実力の犯罪列島3時間スペシャル、明日の7時。離れていてもずっと一緒だからね。レッドクロス、いきなりコントロール。一口目から具が美味しいんです。いきなりグー、こっちはいきなり生卵、いきなりグーグー。本気で一口目から美味しいてっぺん盛りおにぎり、どうぞ。涙が止まらない、映像で綴る3年8ヶ月の記録、 DVD 太平洋戦争、今ならプレゼント付き。詳しくは昨日の朝刊で。暑さで疲れる、暑さで胃腸が弱る、暑さで暑さばかり、疲れと胃腸に陽明酒、夏の日も薬用陽明酒。8人が死傷した事故で、はい、小型機の離陸後、小型機からトラブルを伝える交信がなかったことが都や国土交通省関係者への取材で分かりました、はい、離陸後数十秒で墜落しており、関係者は交信する余裕もないまま墜落したのではないかと話しています、はあ、何かが起きましたとかそういうことを伝える間もなくという、はい、都によりますと、小型機が離陸した調布飛行場には管制官がおらず、はい、都が委託した航空機安全運航支援センターの職員が常駐して気象情報などを操縦士に無線で伝えています。はい、機体に不具合などがあった場合、操縦士は職員に無線で知らせることができたようなんです。なるほど。関係者によると、離陸前に小型機と無線で交信し、午前10時58分に離陸を目視で確認しましたが、その後の交信はなかったようなんですね。またこの小型機には異変が起きた場合に緊急事態を伝えることができる機器、トランスポンダーというのが搭載されていましたが、これが操作された形跡もなかったようなんです。また羽田空港など近隣の管制レーダーに今回異変も表示されていなかった、はい、そして滑走路近くのサッカー場にいた住民ら複数の目撃情報によりますと、離陸後低空飛行のままやや左に旋回し、その後パンという大きな破裂音がして700メートル飛行場から離れた住宅街に墜落、それが数十秒後だったと見られているそうなんです。破裂音があったんだ。パンという音がというですね。亡くなった3人ですが、司法解剖の結果死因はいずれも焼死と判明。また怪我をした方、負傷者のうち小型機の後部座席に乗っていた男性3人の容体も重く、事情聴取ができる状態ではないということなんです。現場検証を始めた警視庁は28日も現場検証を続けて、残された機体を調べるなどして事故原因の解明を進めています。そしてさらに分かったこととして、はい、今回の小型機、予定とは違う機種を使用していたのではないか。小型機を管理していた日本エアロティックは会見で、機長の河村大使さんが当初予定とは別の小型機を使用したことを明らかにしたんです。その理由については説明していないんですね。墜落したこの小型機、2004年に札幌丘珠空港で着陸に失敗する事故を起こしましたが、今年5月に行われていた検査ではこの対空照明を更新していたので問題はなかったということも確認されている。また22日にテスト飛行をした際にも異常はなかったとされているんですが、じゃあなぜ事故は起きてしまったのか。こちら今日の日本経済新聞です。エンジンの出力低下かという記事なんですね。捜査関係者によりますと、5人が搭乗した小型機は10時58分に調布飛行場から離陸しました。
そして同じ頃、周辺住民らが撮った映像にはこの小型機が両翼を交互に上下に揺らしながら低空を飛ぶ様子映っていました。ヒロビにもお越しいただいている元日本航空機長で航空評論家の小林博之さんは、両翼が上下に揺れるのはエンジン出力が低下して失速した時に起きる現象だと指摘、操縦不能になった結果左に旋回した可能性があると分析しているんです。そしてこのようなことも分かってきました。こちらです。墜落した航空機、実態は遊覧飛行だったのかということなんですが、飛行目的は操縦者の技量を維持する完熟飛行と届けられていたんですが、調布飛行場では禁止されている遊覧飛行の可能性があることが分かりました。観光を兼ねた完熟飛行の届け出というのは時々あって、住民はこの完熟名目に飛行が増えてリスクが高めることを懸念しているんです。40年以上調布飛行場を使う70代の男性は、調布飛行場では観光を兼ねていても完熟飛行と届け出ることが定着しているんだ、空港側も黙認していると明かします。この完熟飛行の定義が曖昧で、男性も完熟飛行と届け出て、土曜日に雨が降るでしょう。以上。止まってもグライダーに乗るしどっかに降りる、はい、ですから離陸の時には速度、着陸の時は高度、これはちょっと覚えてください。分かりました。そして飛行の目的にも疑問があります。はい、そうなんです。杉江さん、ちょっと失礼いたします。飛行の目的なんですけれども、はい、この調布飛行場、まず遊覧飛行は禁止とされています。というのも飛行回数を減らしてほしいと騒音などがあります。周辺住民の方、23日目にそれぞれ見なし否決が行われております。以上でございます。はい、今日、ありがとうございます。最初のみなし否決、これ昭和27年のことでございますが、新憲法の下で、戦後まだ試行錯誤している時の状況で、私の生まれる前の話で、どれだけその、危険なのかとか、その騒音がどれぐらいなのかっていうのは、住民の方だからこそも体感できるものだと思うんですけど、こう旗から見てても見ながらやってるんで時間は。エアロテックの社長は遊覧飛行ではないとはっきり言っています。今回起きてしまった事故というのは、犠牲者も出て本当に不幸な。20年のこのみなし否決についてであります。国税地方税関連5法案、いわゆるガソリン国会当時の法案でありました。その当時私は財政金融委員会の自民党の筆頭理事を務めておりました。これはぜひですね、与野党を問わずに特に若手の方に聞いてほしいんですが、その当時、委員会の審査、そして採決